フェーズ1とは、デンマークコペンハーゲンに本社を置く視聴覚機械器具、光学機械器具メーカー。日本では株式会社 DNP フォトイメージングジャパンが代理店となって645サイズのデジタルカメラ、デジタルバッグを販売している。傘下にイスラエルのリーフ社を擁し、デジタルバッグの製品の知的財産権を管理している。最近はマミヤデジタルイメージング社との共働き関係を有し、645サイズのマウント規格を同一または類似させ、マミヤのレンズを装着可能とし、レンズの供給を受けている。デジタルバッグの規格もマミヤデジタルイメージングと同一または類似で互換性を有する。645カメラの交換レンズには、マミヤ製のレンズのほか、シュナイダー製のレンズの供給を受けている。中盤デジタルカメラの国際的グローバル企業である。RAW 画像変換ソフトウェア、画像編集ソフトウェアのCapture Oneの開発、発売している。レンズは、マミヤで、フェーズ1とマミヤの2つのブランド名で販売。ボディは、マミヤとフェーズ1で、共同開発で、フェーズ1とマミヤの2つのブランド名で販売。デジタルバッグは、マミヤとリーフの共同開発で、マミヤリーフ社から、リーフのブランド名で販売。2012年、フェーズ1社からはすべてフェーズ1のブランド名で販売されており、マミヤリーフ社からは、マミヤ、マミヤリーフ、リーフの3つのブランド名で販売されている。2015年12月2日、マミヤデジタルイメージングの光学部門を買収し、新たに、フェーズ1ジャパン株式会社を発足させた。ありがとうございます。